ってね。ドリブルエリアではこのコーンを使ってドリブルをしていって11秒以内目指して頑張ってください。さあ最速は何秒になるでしょうか。
皆さん、はい、コーチ陣の解説、さあ、
ていますが、1人1回もうパスエリア、パスコーナーとドリブルコーナー非常に空いております。パスエリアとドリブルエリア、あとスピードガンのところも空いていますね。チャレンジエリアが非常に空いていますので、今挑戦したいっていうみんなで、今7番組にできるよ。あ、待てんの、今7番組できるからね。ドリブルエリアもね、よっしゃー。で、これが終わった皆さん、ぜひこのチャレンジエリアは何度でもできますのでね、たくさんチャレンジしてみてください。はい、はい、ただゲームエリアではエリートクラスのチームができています。コーチームとエリートクラスのコラの対決です。ビッグターゲットの今発表が終わりました。第1位おめでとう。ロビークだから、今度はまたロビーク出てきたけどね。ロビークにはないから、ね、はい、おめでとうございます。おめでとう。いやー、こら6年生最後631番、記録91キロ。ここらさんより上かな、91キロ。おめでとう。天皇杯で戦います。ここにもたくさんのね、サポーター、あるいはここに会員さんが来て、スタジアムの金ピラを準備してみましょう。そして2つ目の星がここに入るように、皆さんで応援よろしくお願いします。今日は投稿することがあります。こちらに投稿していただきたいんです。このイベント来年以降も続けられる投稿を載せてくれてアンケート書いてくださいね。こら、はい、どうぞ。私飲みたいの、飲んで帰ってください。私は飲みたいのでね。はい、皆さんありがとうございました。はい、帰っていただいて大丈夫です。ありがとうございました。
です。